狼伝説2王儀伝承編。今再び伝説の男たちが帰ってきた。牙狼伝説2新たなる戦い。ようみんな、テリー・ボガードだ。ギースが死んだと思ったらまだ黒幕がいやがった。俺の親父譲りの喧嘩殺法でぶっ倒してやるから、ぜひ見ていてくれよ。 OK。 もう若くないんだから素直に隠居した方がいいんじゃねえのか。まあ今にわかるだろうよ。アンディ、お前確かに腕を上げたが、俺と互角には足りやんには10センチ早いぜ。割烹だか骨烹だか知らねえが、この俺には効かねえぜ。そこの太っちょ、本当にお前戦えんのか。なんとも戦意喪失だね。さっさとぶっ倒しておさらばさ。OK。お次は闘牛士か。クラウザーとやらも随分凝った演出をしてくれるじゃねえか。大いに楽しめそうだ。ここで今までの数多くの戦いから得た俺の得意技を披露しよう。マーシャルアーツ、そしてジェフ流喧嘩殺法の技のキレをしっかり見ていてくれよ。私はアンディ・ボガード。日本へ渡り最強の格闘技骨法を極めた。かつては歯が立たなかった無鉄砲な兄貴にも今や一歩も引けを取らぬつもりだ。ともあれ、キング・オブ・ザ・ファイターズは再び始まった。私は全力で戦うのみ。
柔道ですか。私も柔力五王制すの意味は理解しているつもりです。いかに五老体といえども手抜きはしませんよ。覚悟。そのような我流の剣で我がコッポを破ることはできぬ。待っていろクラウザが黒幕か。貴様の野望はこの私に打ち砕かれることになる。行くぞ。この鋭さ、そしてその流れるような技のキレを解くと見てくれ。これで私の強さがお分かりいただけるかな。東女王様の登場だ。ムエタイチャンプのこの俺に勝てるやつなんざいやしねえぜ。これから大和魂を見せてやる。見逃すんじゃねえぞ。よっしゃ。やらせてもらうぜ。
んたが鬼の山田さんかい。名前ぐらいは知ってるぜ。だが年を取りすぎたようだな。待ってな、今楽にしてやるぜ。お前はライデン。昔ギースに尻尾を振ってたお前にこの俺を倒せるなんざ夢にも思わねえこと。まあいい、かかってきな。今度はボクサーが同類じゃねえか。だがよ、その巨体で俺についてくれんのか。ああ、東ジョー様の対戦テクニックの時間だぜ。俺とてただ暴れ回ってるわけじゃねえ。いろいろ考えてるさ。私はいろいろと悪事に手を染めたライデンも、今や正義のプロレスラービッグベアさ。俺のパワフルなプロレス技で悪人は全てぶっ倒してやる。ところでそこのあんた、俺と一勝負どうだい。レディしやがって、どっちが本物のビッグベアか今分からせてやるぜ。びしゃな小娘が、女って容赦はしねえぜ。全力でぶっ潰してやる。逃げるなら今のうちだ。え、舞ちゃんよ。
男子を呼ぶ男だ。くっ、笑わせやがる。俺の突進を受け止められるかな。ヤマト魂からを見せてもらおうじゃねえか。進歩のねえ野郎だ。冒険なんぞに頼ってるからてめえは強くなれねえのさ。ほら、来な。まだまだ分かっちゃいねえ。これからそれをたっぷり見せてやる。しびるなよ。ボンバたちよ、テコンドーこそ最強の格闘技だ。お前たちに一日も早く。おっと失礼。私はキムカッファン。テコンドーの威信をかけ、キングオブザファイターズとやらに参加することにした。あなた方にもすぐに分かるであろう。テコンドーこそ最強だということだ。あなたがギースを倒したというテリー・ボガードか。その強さは聞き及んでいるが、果たして私に通用するかな。長い歴史を持つ太極拳といえども、テコンドーには足元にも及ばぬ。今にチンとやら、あなたにもそれが分かることだ。防術か。それもかなりの使い手とお見受けするが、しかし動きはすでに見切った。あなたに私は倒せない。傲慢な男だ。今までに負けたことがないのであろう。
だがそれも今日までだ。数分後あなたは醜い姿で私の前に倒れ伏していることになる。ついに姿を現したな。もうすぐだ。テコンドーが最強の格闘技であるということが証明されるのは。最強、私の戦い方を見ればすぐにあなたもそれを確信するであろう。テコンドー最強の奥義、鳳凰客もお目にかけよう。少しばかり手を抜いてやるかの。体が先に動きそうじゃがな。課長戦を伺うことにするかの。
から次と変なのが出てきよるわ。しょうがない、相手してやるかの。ここまで来て引きたがるわけにはいかんからの。ほれ、ほい。マジスティクリカさえ倒せばギャルにモテモテや。そろそろ足も疲れてきたことですし、さっさと蹴りをつけるかいの。よっ、よいしょ。年寄り扱いするが、まだまだ腕は衰えておらん。今からそれを証明してやろい。じっくり見るのじゃ。いくだ落としだ。さしけ。ハイゲノパー。ハイゲノパー。私は香港一のお金持ち、チン・シンザールでしゅ。いい儲け話がなくて困ってるところに招待状が届いたのでしゅよ。久しぶりに私の太極拳、皆さんにお見せするでしゅね。でしゅか、あなたはそんなに太ってて私と戦えるのでしゅか。私の腹でさっさと死ぬでしゅや。何者も私の円の動きは見切れないでしゅ。はい、テコンドーなど勝負にならないでしゅ。はい。お牛脂でしゅね。なかなか強そうでしゅね。でも私には多分勝てないでしゅね。太極拳でぶっ飛ばしてやるでしゅ。マジスピI'll chisel your gravestone. Sleep
最後でしゅ。早く倒して早くお金欲しいのでしゅ。もう汗かきたくないから、なるべく早く片付けるのでしゅ。私が教えるでしょ。あいやします。こう見えてもくの一ですのよ。女だと思って隙を見せたが、最後いかに屈強な殿方でも我が疾風の剣の前に敗れましょう。はもっと可愛くておしとやかよ。本家本元のムササビの前で今すぐ楽にしてあげるわ。山田十兵衛さん、天才柔道家として有名だったあなたも老いたものね。よく忠告するけど、戦ってる時はおせんべいなんか食べない方がいいわよ。私の弟子アンリーは元気かしら。まあ積もる話は後にして、まずは戦いましょう。私の圧勝に終わるでしょうけど。そんなのもあったわね。早くかかってらっしゃい。私の動きについてこられればの話だけど。
この男、幻滅だわ。こんなのと戦わなくちゃいけないなんて。あっち行ってよ。これから私の華麗な忍術をお見せするわ。美しいからって見とれないでね。ここには俺たちの熱い戦いの記録がある。さあ、みんなよく見ておけよ。
ハゲパー課長戦ターン。Ha! Ha! 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 Ha!
ありがとう、マイ。しかしこれで兄貴を超えたとは思ってないし、まだまだ勉強しなくてはならないことが山ほどあるさ。そうね、まだ私にはかなわないわけだし。でも私の弟子だから大丈夫、もっと強くなれるはずよ。なんじゃお主、たった一回勝てたからって何を自慢しとるんや。それも唯一勝った試合の相手はアンディではないか。ああ、まさか手加減してもらったんじゃねえよな、マイ。そんなことないわよ、実力よ実力。でもよ、お前出番が多い割にはアンディ以外には勝てなかったよな。聞く、あ、そういえばアンディ、今回みんなで集まったわけだけどどうだった？オッケー、そうだな、まあこんなもんだろ。実力を出し切れなかったのがまあ心残りだから。あやー、本気
手を出さずに私に勝ったというでしか。くやちー、こうなったら私の得意な卓球で勝負するでしゅ。それならわしはゲートボールじゃ。ゲートボールで勝負じゃ。やはり体操だよ。みんなで体操すれば心もすっきりだ。何とぼけたこってやんだ。男は黙ってアメフトしろ。バスケやろうや、バスケ。嫌なの、嫌だよ、卓球だよ。アメフトだよ、教えてくれ。負けまくれ。それじゃあ、見てくれた皆さん、そろそろ別れの時間みたい。次に会う時にはもっともっと強くなってるからね。次回に期待してね。それじゃあ、またね。でしゅなぜ戦うのか、誰のために戦うのか。伝説は繰り返す。ガロー伝説2 SNK ネオジオ。運命のいたずらが二人をまたこの街に呼び戻す。伝説は繰り返す。ガロー伝説2 SNK